ハローニーハウスのカズです。水槽ネタ第1弾ということで、オーバーフロー水槽の設置に挑戦してます。人生初です。10年前から水槽始めて、大きいやつだと90センチの上部外部、60センチ水槽とかの、まあ、外部上部ってやってきたんですけど、今も稼働してます。まあ、あるんですけど、ちょっと熱、こう、まあ、リフォームに時間を取られて、そっちばっかりになってたんで、水槽おざなりになってました。ただ、この物件に絶対オーバーフローここに置こうと思っていて、買ってすぐやった配管工事で、いろいろ工夫してます。で、紹介します。と、まずこのオーバーフローなんですけど、コンセプトが、まあ、水替えが楽っていうコンセプトで、構想を練りました。で、給水は、まあ、この怪しい水槽台の中からこの鉄管出てるんですけど、この鉄管のここをひねると、普通の水道水が出ます。まあ、そのまま入れていいんかっていう問題もあるんですけど。で、続いてこの怪しいところに、この水って書いてあるこの 骨董品屋で見つけた空から、なんと排水が出ます。で、この排水をこの工事屋さんにつけてもらったマンホールに、ラッパかなんかで入れて、排水しようという作戦です。ちなみにこの給水、こう横行くと、じゃん、シンクがついてて、この手洗いシンクの下にはトイレットペーパーがいて、実はトイレだったりするっていう部屋です。で、このガラス水槽は、まあ予算がすごくリフォームに取られて乏しいの中、ヤフオクでこの間出てきたんで買いました。この三重管、初めての三重管、結構状態良さそうな感じですね。で、下ガラスなんですけど、なんかもう直で穴開けてシリコン工芸しましたみたいな感じになってました。こんなもんなんかな、こんな。もうわかんないんですけど、これが来たんで、これでいきます。で、気になる中が、すみません、気になってない人もいるかもしれないですけど、中が、この扉開けると、こんな感じで。で、ろ過装は45センチ水槽使おうと思ってます。で、噂によると、こいつの上に乗せるのにちょうどいいプランター、物理ろ過装にするのに適したプランターが100均あるらしいんですけど、まあ、なんかいいアイテムあれば教えてください。安くてすごいやつ ぜひご紹介ください。で、配管経路なんですけど、三重管から排水されたやつをここのチーズで分けてます。で、一方はこのバルブ付きで、物理ろ過装プランター行って、で、下のこの生物ろ過装行って、で、ここに寝転がってるこのエーハイムのコンパクト栓っていうポンプで組み上げます。で、まず、エーハイムからこの VP13 に、ホース1本で行くか、ちょっと配管やって、ジョイントだけホース使うかっていうのすごく迷ってます。どうしようかなと。で、あと、今、組み立て全部、水道管用の、この洗面台ってここにあるんですけど、ノリでやったんですけど、なんかうちに来たこの中古の、オーバーフロー水槽をシリコンコーキングで作ってあった様子なんで、もしかしてノリなんか魚に良くないとかあるのかなっていうのをちょっと気にしてます。で、ここのチーズからこっち側がさっきの、このアンティーク排水カラーになってて、実際こいつはもうパッキンが完全になくて、で、代替えも難しそうなんで、こいつは実用性ゼロですね。なんで、もうこのハンドル飾りです。壊してあります、中身。
で、こっちの代わりにこっちにつけた普通のバルブ、このバルブで、排水やると。なんで、まあ、操作的にはこっち閉めっぱなしで、こっちで常時回しておいて、で、水替えするときはこっち閉めて、こっち開いて排水すると。で、給水を、水道水、緑色の、わけわからん、から出た水道水で給水するという道楽構想になってます。はい。なんか、ここの地域、連れの親父が長年コリドラスやってて、もう水槽マニアなんですけど、ここら辺の水なんかあんまり塩素が入ってないらしくて、結構直で入れても問題ないよっていうことなんで、うちも水道水ダイレクトに入れてます。まだここに何するかっていうのは決まってないんですけど、まあ、飛び跳ねる系の魚だと、蓋がないんで、そこら辺もどうしようかなといろいろ検討中です。また、動向、アップします。よろしくお願いします。